やっ
すがだな、ホムラグレン隊。今回は私たちの負けだ。いい勝負だった。どちらが負けてもおかしくはなかったさ。みやび、私は悪とは寛容であることだと思う。何も拒まず、苦しみや痛みさえも受け入れ、前に進んでいくための力だとな。だから私たちホムラグレン隊が進む道は、これから先も悪と呼ばれる道となるだろう。私たちとは違う悪だな。ならばこれからも互いの悪を妥協することなく突き進むとしよう。ああ、みやび。やっぱりおかしいよ。私たちの服絶対に破けすぎだって。これは何かの陰謀だ。僕たちの知らないところで誰かの力が動いているに違いない。考えすぎですわ、イムさん。ただ服の素材がボロいというだけの話だと思います。そうだよ、お姉ちゃん、陰謀論なんて馬鹿げてるよ。そうなのか？本当に僕の考えすぎなのか？忍び転身した姿は素材がどうこうでなく、こうありたいと思うイメージの具現化じゃなかったのか？まあそもそも、わしらの服を誰かが破いてるとして誰が得するん？そんなやつおらへんやろ。そうよね。というか、もしそんな人がいるなら、両備がその人の眉間を撃ち抜いてやるわよ。え？ちょっと待って。何か気配を感じる。そこ！まあいっか。不甲斐ない。やはり皆さんと一緒に修行をすると得るものが多いです。そうだね、ユミちゃん。外の世界も時間が止まったままだから、何も気にせずに好きなだけ修行できるし。そうですよね。ですが、さすがにこの世界にとどまり続けるのは問題がある気がします。ああ、外の世界の時間は止まっていても、私たちの時間が止まっているわけではないからな。鈴音先生も言っていたな。この世界にとどまり続けていたら、どんどん遠いていくと。あ、そうか。いくら強くなれるとはいえ、おばあちゃんになっちゃうまでこの世界にいるのはちょっとね。ではそろそろ修行には一区切りをつけましょうか。待った。その前にケリをつけようぜ。私たちの中で誰が一番強いのかをさ。蹴りですか？というと、今から皆さんで試合をするということでしょうか？修行の成果を試すいい機会だ。私は構わないぞ。しかし、一人ずつ戦っていくとなると相当時間がかかってしまうな。じゃあまずは2校ずつチームを組んで、チーム対抗戦にしようよ。それなら一気に半分は減るしな。なかなかいいアイデアじゃないか、アスカ。お前にしては一言余分だよ、ホムラちゃん。ではチーム分けはどのようにしましょう？代表者同士のじゃんけんでいいだろう。勝った者同士と負けた者同士が組めばいいさ。チーム分けに時間をかけても仕方がないしな。じゃあ早速始めよう。いくよ、みんな。じゃんけんぽい。パーだ。パーです。残念だったな、みやび、ユミ。私とアスカはチョキだ。
ということは、半蔵穂村愚連隊チーム対決戦蛇女チームってことだね。今のじゃんけんでお前たちの運は尽きた。勝利は私たちがいただくさ。アスカさんたちとホムラさんたちのつながりが強いことは知っています。ですが私たちも負けてはいません。皆さん頑張りますよ。わしたちが勝利したらデカ盛り料理を作りますから、お祝いをしましょうね。デカ盛り料理なら僕も任せろ。みんなで僕のお稲荷さんを食べてくれ。でもチームを組んで戦うのは不安です。私人見知りが激しいし。そんなの大丈夫だって。私誰とでもすぐに仲良くなれるし、紫ちんともすぐに友達になれるよ。でも四季さんは吸血鬼だし、仲良くしたら食べられちゃいます。いやいや食べないし。っていうか紫ちんはいつまで私をヴァンパイア扱いするのさ。小さい子を泣かせた。泣かせてないわよ。みのりが勝手に泣いちゃったんじゃない。でもなんとなく。ごめん。あのね、みんなそろそろ始めてもいいかな。いつまでも待たせるんじゃない。こっちはもう準備万端だぞ。申し訳ありません。いつまでも主役気取りができると思うの？いざ尋常に勝負だ。
心の。やりましたね、みやびさん。私たちの勝ちです。なあ、ユミ。やはり私たちの方がチームワークが勝っていたようだな。ですが、さすがにこちらも成功を突き当てました。アスカさんたちは本当に強かったです。悔しいな。もうちょっとで勝てたのに。私は全力で戦ったぞ。アスカ、お前の動きがもう少し良ければ。ちょっとホムラちゃん、それってどういうこと？私だって全力で戦ったよ。いや、お前ならもっとやれたはずだ。ほら、あの地面に潜って飛び出す攻撃、モグラビックリケンをもっと連発してれば。モグラビックリケン？あの技はそんな名前じゃないの。技の名前なんてどうでもいい。負けた原因はお前が本気を出さなかったからだ。ホムラちゃんだってもっと力を出せたはずだよ。それともさっきのが本当に本気だったの？だとしたら修行が足りてないんじゃないかな。何を。もちろんさっきも本気だったさ。だが本気の本気はまだ出してないけどな。イカルカさん、日頃からちゃんともやしは食べていますか？以前より技にキレがないように感じました。それはヨミさんのお腹の鳴る音で戦いに集中できなかったからです。ヨミさんこそちゃんとお食事をとってくださいね。カツラギ、あんたもちゃんと修行しいや。セクハラばっかりしとって腕がなまったんちゃうん？冗談言うなって。あたいの攻撃のリズムに合わせられなかった日陰の方が腕が落ちてるってことだろ。みんないろいろ言ってるけど、敗因は私たちの連携がうまく取れなかったことだと思う。そうだな、動きに多少のズレが生まれていたからな。だから私たちはもっと仲良くなる必要があると思わない？たまにはどこかに一緒に遊びに行ったり。さ、勘違いしないでよね。私は勝つためにそうした方がいいと思ってるだけ。あんただってもう負けたくはないでしょ。負けたくはないが仲良くなる必要はない。なぜなら俺たちが組むことなど滅多にないからな。やっぱりあんたなんか大嫌い。ごめんね、未来ちゃん。ヤギオちゃんは素直じゃないからね。でも本当に悔しいわね。このままじゃ気持ちが収まらないわ。ひばりも同じ気持ちだよ、はるかさん。負けたままじゃ帰れない。ということで再戦するわよ。え、決着ならついたはずですが。まだよ、まだ私たちはやれるもの。半蔵学院と穂村愚連隊の本気はこんなものじゃないの。それとも再戦の申し出から逃げる？まあそれならそれで構わないわ。逃げる理由がないな。何度でも相手になってやろう。え、そして何度でも私たちが勝利します。今度はそう簡単にはいかないよ。だが少しだけ休憩を挟むとしよう。さすがに私たちもダメージが残っているしな。私たちだって立ってるのはやっとだもん。ではしばし休憩を挟んだ後に再戦ということで。
ああ、本気でやるために力を充電だな。イカルガさん、このパターンはもしや。はい、いつまでも戦いは終わらずに延々と続くパターンですね。そうですよね、私たちおばあちゃんになってしまいますわ。その前には何とかしたいところですが、皆さんのやる気を考えると難しいかもしれませんね。本当に困ったものですが、私たちらしいといえば私たちらしいです。ええ、そうですね。まずまずといったところか。